テレミさん、今日はどんな油絵を描いてきてくださったんでしょうか。まあちょっと出しにくいんですけど、まずこういう絵ですね。はい、タイトルが、はい、ケージコロンボスパコンペジーの闇っていうタイトルです。でこれまあね、はい、あのケージコロンボっていうのは見ていただけば、はい、もう世代的に2人はあんま見てない。いや見てますよ。見てるあの僕はギリギリ再放送とか映画の、うん、普通ほら 3D ドラマとか 3D 映画とか小説でもそうですけど、はい、犯人っていうのは誰なんだろうって普通は考えながら見ていくんだけど、はい、ケージコロンボはもう犯人分かってるんだよね。それをどうやって追い詰めていくかというまあ展開で、だからあの古畑任三郎はこれのパロディだったわけですけどね、うん、三谷幸喜さんのはね。あれ、まあ、それはイメージとしては、うん、あの太陽に吠えるの山さんもこんな感じですか。あ、山さんにも似て、山さんちょっと真似したのかもしれないな、よくわかんないですけどね。どうでもいい話、はい、それでちょっとコロンボかっこよく描けちゃったんですけど、まあこれはあのつい最近あのスーパーコンピューターのペジー社の社長さん、はい、斉藤さんですか、はい、逮捕されたりなんかしましたけど、結局ねその後何か芋づる式に政治家の方とかいろんな方がなんか捕まるのかなと思ってる、何にもあんまりね動きがないし報道もあんまりされてないと、何とかいつも相撲の話ばっかりテレビとかね、もうワイドショーでもニュースでもそっちばっかりやってるじゃないですか。このスパコンに関してすごく興味があるしね、国民のお金相当ここに流れ込んでるわけでしょ。だからなんでこれを報じてくんないのかなっていう疑問もあるんですけど、まあそういうわけで検察とか警察日本にはあんまり期待できないんで、このページの闇もケージコロンボに解いていただきたいという気持ちを込めて、あの書かせていただきましたけど、まあ結局はトカゲの尻尾切りみたいに終わっちゃうねことなんですけど、ここにはまあまああのねレイプ疑惑の方のお顔も書かせていただいて、この方をまあなんかいろいろちらっと出てくる情報では安倍首相と仲がいいんで麻生さんにあのつなげたとかなんとかっていうね、この斉藤さんをっていう話もあったりなんかするんですけど、もともと10年前に、はい、この真ん中の人なんて名前だっけな、山口さんです。山口さん、山口さん。なんでとぼけるんですか。山口さんね。10年前僕は官邸崩壊、あ、僕じゃない、上杉さんって。上杉さんでしょうかね。出しましたね。麻生さんの側近だったんですよ。あ、そうなんだ。で、安倍政権終わった後に今度麻生さんが立つという時にぐっと近づいていって、麻生政権樹立のために頑張るんです。ところが負けて福田さんになるんですよ。で、その次に麻生政権ができて。あ、で、麻生さんの時にもうすでにペジを推薦してるんですね。麻生さんはね。で、推薦して、とりあえず源証さん、斉藤さんをくっつけたと、うん、で他にも、ね、いくつかくっつけてるんですけど、うん、まあこれ今のね民進党から立憲とかのね、うん、あの政治家も実はここ絡んじゃってて、当時与党なんで今度。なるほどね。でそういう意味では、この人の、うん、まあ、中心人物だから、うん、というように捜査とかね、これはまあいいとしても、うん、はいはい、少なくともメディアがこの人のこと書かないっていうのは本当不思議ですよね。一番興味あるんですよ。だって公金ですから、うん、しかも経産省ルートと今ね文科省ルートも出てきてるんで、うん、しおりさん問題でも出てくるし、こちらでも出てくるしね。でなんかあのペジー社のなんかあの顧問もされてたでしょ。それでなんかその会社がこの方のお母さんの住所になってたとかっていうのもなんかちらっと物の本で読みましたけど、顧問の方の会社 ね、またね、この人がねキャピタル東京ホテルの上の方の、あのいいお部屋にお住まいになってるんですけど、まあ、ペジー社からお金が出てるんじゃないかとか言われてるんでしょ、はい、そこら辺もねよくわかんないですけど、まあ、否定するんだったら堂々と出てくればいいんですよ。だってそれまで出てくるまでに散々テレビ出てね、うん、好き勝手言って私は一番近いんですって言ってるんですよ、うん、ただ一番上にいる人物に関してはあんまはっきり書くといけないんで、あの必ずあの巨悪の方っていうのは最終的に闇で笑ってるというね、いうニュアンスで、もうこれ誰だか僕も分かんないですよ、自分で書いててね。あれですか、モグロ。これモグロ福蔵なのかなっていう、まばたきしないモグロ福蔵かもしれないっていうね。まあまあ本当にですね、まあ許せないなという気持ちで書かさせていただきました。本当に本来ならばジャーナリズムがやらなくちゃいけないと。というのもジャーナリズムのね基本は権力監視なんですけど、もう一つやるのが国民の税金の使途について追及しなくちゃいけないんですよ、うん、これ世界中。もう相撲どうでもいいですよ。国、ね、相撲ほとんど入ってないから金、うん、だから普通やらなくちゃいけないのは官房機密費とか、うん、こういうように助成金とかはもう世界中のメディアがこれだったら飛びつくんだけど、うん、日本はね公金を無駄遣いしてもいいらしいんで、うん、ぜひお国取りも助成金をそろそろ入れてほしい、ね。
あ、そっちにまで違うよね。これ芸術振興でテレビさんの絵にも入れてくればいいよ、これ。本当そう思いますよ。文化庁だとくだらない絵に入れないで。そう、お願いします。ね、でもどうなんですかね、これ。結局はこのスパコンの問題は、これもう斉藤社長で終わりなの。うん、3回逮捕されてますけどね。ね。だから別件逮捕で行くんですけど、うん、まあ山口さんまで、最高で山口さんまで行くかどうか。どうか。でもおそらく、うん、麻生さんはもう行かないですよ。麻生さんって言わないですよ。いや、誰だか分からない。僕の麻生さんかもしれないですよ。やめてください。そんないい加減なことは言わないでください。お願いしますよ。かゆうな前。財務大臣で。いやいやいや、誰だか分からない。財務大臣って言ったらもう。何を言ってるの？もうすごいですよ、今回のね、いろんな疑惑。うん、もう佐川さんだって、うんね、そうだよね。トップは誰かって言うと。うん、う分かってる通り、ね、この人もトップアップ、まあ、大体いろんな同じの人が絡んでくるっていう ね、 すごい国になっちゃいましたね。すごいですよ、はい、でも見事ですね、はい、いやいやいや、刑事コロンボがね、刑事コロンボ解決してくれることを、そう願いますね、本当にね、願います。はい、あ、初めて見たんですよね、生。初めて見ました。あ、でもあのイベントの時にも、はい、そうか、そのどうですか今日は、あの先輩の絵について。先輩の絵です。え、吉岡さん絵描くの？え、描かないです。描かないですか？いや、描けば描けますよ、多分ね。いや、そんな書けないですよ。抜群の色合いだな。え後ろいいですね。あのでも本当刑事コロンボ見たことないでしょ、はい、知らないでしょ。あの知らないです。必ずうちのかみさんがねって言いながら、うんうん、あの一旦帰りかけるんですよ、一番悪いもう犯人のとこ行ってね、でもう ある程度要は済んだのかなと思うと引き返してきて、はい、うちのかみさんがねって言いながら、はい、ネチネチとまあいろいろその一番悪いやつを攻めていく。これ老けがほろも落ちるんですよね。そうそうそう、本当ですか。本当そうですよ。で必ずあの葉巻をね、あれ葉巻なんですけどね、この手にしているものですね。そうそうそう、右手で持ってるのはね、黒いのはね、葉巻です。これを思い出しながらちょっと見てみたら、いやいや、これテミさん、はい、勇気ありますよね、今の日本では。いやいやいや、勇気で僕何も言ってないですからね、うん、本当に言ってない、絵にしてるだけですよね。ただあの怪しいなと思うことを、はい、あのこう写真にして描いただけですからね。はい、大切ですよ、吉本興業に聞かせてやりたいですよ、本当に。どういうこと？意味が分かんないですよ。なんで吉本興業が出てくるの？勇気がないから。え、なんで？この前ね、村本君っているじゃないですか。あ、はい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 、ウーマンラッシュアワーで。あ、そうか、そう、ここに来なかったなっちゃったの？一昨年から頼んで、出演依頼をしていたんですけど、で向こうは最初断ったのに、僕はドタキャンしたことになっちゃったの。ありゃ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 。で、最後この前会った時にもう一回申し込んだら、なんと断ってきた理由なんなんですか？ノーボーダー社とは競合なんで、競合、本当なんで競合してんの？自社の配信番組があるらしいですよ、ね。やってるんだ。僕出てるじゃん、はい。だけど他の番組にはやっぱり出てるのに競合と言われてしまう。お笑いじゃないかと、うち。そっちの方の競合でしょ、きっと。まあちょっとお笑いもやってるからね、上杉さんはね。上杉さんのせいで、ね、結構笑いを意識するから。タイタンとかね、掴もうとするし。あのオフィス来たのじゃないんだから。うちはノーボーダーは、ね、あの一応メディアで報道機関なのに、今日吉本ちょっとお笑いと間違えられてしまいます。今村本くんはあれですよね、ニューヨーク行ってんだよね。留学ですか？留学じゃないですか。え、留学やから留学1ヶ月でしょ。ね、西海岸行ってんで。あ、そうなんだ。まあ、ロサンゼルスだ。そう、あのやっぱりね、うん、あの感じのコミュニティとはやっぱりニューヨーク行かないと。うん、ああそうね。まあ多分だからね、ロサンゼルスに誘った人はいるんでしょう。ああそういうことね。まあどういう意味ですけど、いずれにしろ、はい、もう吉本なんか全然もう勇気ありますよ。はい、いやいやいや、日本一のコメディアンだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、テレビさん。失礼しました。ここで一旦お知らせです。